おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が、今日も行徳は駅のそばの押切公園、押切神社弁天様、後ろにいる弁天様、この弁天様はですね、知恵と金回りが良くなる、そういう神様です。私に知恵を授けてくださるんです。はい、今日はですね、10月は17日月曜日です。今日は雨ですが、朝はですね、降ってませんので、降らない前に動画を撮って、一気に退散です。はい、今日はですね、新たに、一つ皆様にコミュニケーション上の重要なテクニックを、あるいは考え方をですね、プレゼンテーションさせてください。今日はですね、皆さん、ダイバーシティ、多様性を受け入れると人生が楽になりますよというお話です。世の中はですね、喧嘩だらけです。俺が正しい、お前が正しくない。 SNS を見ればですね、人の批判ばっか。批判はいいですよ、正反合と言ってですね、世の中が進化していくためには批判はいいんですが、はい、批判ばかりしていると精神やられちゃいますからね。はい、ダイバーシティというのはどういうことかというと、いろいろなバラエティですね、いろいろな生き方、いろんな考え方あっていいんじゃないですかという考え方です。ダイバーシティを受け入れるとですね、とても人生が楽にいきます。近頃ですね、よく取り上げられる問題で、女性化した男性とかですね、男性化した女性、 LGBT って言うんですか、そういう人たちも受け入れていいんじゃないですかという時代になりました。はい、私のですね、身近な例ではですね、今ただいま終わってきたですね、陽明寺式24式、連合太極拳ですが、高野さん、あんたたちの太極拳は踊りだねっていう批判する人がいますが、私はそれ別にですね、怒りません。その通りですから、クラゲのダンスのようなもんですよってお答えしてます。バチバチですね、格闘系の太極拳をやりたかったらですね、24じゃなくて48式とかですね、鎮式とか格闘系太極拳がありますから、そちらをやられたらいいんです。空手、昨日行ってきました。今日後ろにですね、昨日の学生たちとやってるですね、空手の風景もお見せしたいと思いますが、私は月に 1、2回空手をやってます。大学道場とタウン道場でやってますが、我々の空手はですね、スポーツ空手ではないので、目的はですね、一撃必殺のですね、一発で倒せる剣を鍛えてます。そういうですね、まあ松濤会の空手といいますが、もう空手もあればですね、日本空手協会のようにもう完璧にですね、スポーツ系、オリンピックに取り上げられてますよね、スポーツになってしまった空手もありますし、極真会のようにですね、すごく喧嘩に使ったらバチバチ使えるような空手もあります。私はですね、全部ですね、やってみました。ボクシングもやりました。10年近く競泳でですね、全部やってみて分かりました。全てですね、一長一短あります。我々の空手も一長一短あります。日本空手協会のスポーツ空手にも一長一短あるし、極真会の空手にもですね、一長一短あります。もう顔、顔面攻撃なしですから、もう顔がですね、もうものすごく危ない状態で戦ってます。全てですね、私はでもやりたいのをやればいいんじゃないんですかという考えです。全てを受け入れるとですね、生き方が非常に楽になります。楽になります。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。